8割の仕事がいきなり止まった状態です。正直焦りました。変化を楽しんでます。自分で変えていかないと変化絶対起きません。暮らしのマーケット大学です。今回は暮らしのマーケットの人気店にしくじりエピソードをお話しいただこうと思います。お話しいただくのはこちらの方です。ソルフルの星香です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。星香さんは暮らしのマーケットアワード2019エアコンクリーニング部門で金賞を受賞しているエアコンのエキスパートです。元三菱電機のサービスマンが訪問する人気店です。よろしくお願いいたします。はい、はい、では拍手を、すみません、改めましてお願いします。ありがとうございます。はい、私、個人事業主独立しまして、で大体26年ぐらいです。ずっと今までやってきて、やっぱりどうしてもこういろいろ苦労する部分があるんですけど、やっていく以上には、仕事を増やしてどんどんこなして、儲けたいっていうのがやっぱり野心がありますから、そういう形で特に頑張ってました。暮らしのマーケットの中でのお話ではないんですが、儲けるっていうことを単純にするってことは、まあ簡単に言うと件数を増やすってことをします。1日例えば4件あるところを5件、そういう約束をするような形を取れば、単純に言うと値段は上がっていきます。私が今やっているエアコンのクリーニングっていうのは、実を言うと結構時間が変わるんですね。例えば簡単なエアコンだったら、正直言うと40分ぐらいで終わります。同じお掃除エアコンの複雑なもの、簡単なものだけでも差が1時間ぐらいあります。そういう時間差があるってことは、お客様1件あたりにかかる時間ってだいぶ変わってくるんですよ。ってことは、お客様との次のお約束っていうのを、私のこう自分勝手な思いになるんですけど、何時から何時の間に行きますっていうふうに約束するようにしました。例えば、10時から12時の間に行きますと、お客様とそういう約束しながら作業していくんですけど、お客様、10時から12時っていう約束をしてるんですが、やっぱりお客様は10時に待ってられます。ただ私は例えば出前の作業で時間かかったとしても、お客様待ってくれてるよねと、10時から12時の約束してたよねっていうふうにずっと思ってたんです。そういう流れで仕事をしてると、どうしてもお客様の方からまだ来ませんよとか、そういうお問い合わせがいっぱい増えます。ただ心の中でもやっぱり、いや電車の運転手じゃないし、待っててよと。ただどん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 やっぱりそういうお問い合わせが増える。でも実際問題、時間の約束はきっかりできにくい。やはりどうしてもお客様からのお問い合わせが増える。また焦ってくるとミスをする。ミスをするとまた余計に遅れる。もう悪循環に陥る時がありました。ある日、このままやったらちょっと良くないな、もう約束の仕方変えようと、もう何時に行きますと、きっかり行こうと。しかも約束の仕方は、先ほどの時間で言うと10時から12時だったら12時で約束します。要は単純に言うと絶対に遅れない時間で約束します。そうすると問い合わせなくなります。もちろん早く仕事が終わってお客様のところに行けば早くできるんですけど、行けない時、お客様の家の前で1時間でも2時間でも僕待ちます。もちろん早く終わりましたんで行けますけどってお話しして、心よく対応していただく場合もありますし、ただどうしてもやっぱりね、人間、待つのも退屈だったりしますけど、ただやっぱりお客様の気持ちを考えて、お客様が10分でも30分でも遅れていった場合は、その間お客様はずっと待ってくれてます。その以降から私はお客様本位で考えるように極力変えました。そうすると口コミは確実に変わってきます。それが一つ目のしくじりです。あともう一つは2016年のことです。暮らしのマーケットさんにまだ参加しない時の話なんですけど、2016年、別の仕事、C 社っていう名前にしましょう。C 社の仕事をしてました。C 社には、そうですね、20年ぐらい仕事をいただいてて、C 社には私のような個人事業主、または、大手の会社が協力会社として入ってます。
その C 社さんに入ってるところで思い入れもあります。結構その C 社の中でも、まあ、比較的、まあ好意的に思っていただいているところもお客様からあり、仕事も結構多い状態で、気がつけば C 社さんの仕事が大体8割から9割でした。ある日 C 社の中で事件が起きたんです。その事件の内容はですね、別の、大手の会社の従業員さんがお客様のところで窃盗事件を起こしました。ニュースになるような金額ではなかったですが、やはり C 社はやはり大手ですので、その事業を一旦停止となりました。私は8割の仕事がいきなり止まった状態です。正直焦りました。この話は焦ってその場で仕事がなくなってどうしようってなったって話じゃないんです。実を言うと仕事あったんです。 C 社さんが別の仕事を紹介してくれたり、他にも2割の A 社であったり B 社が、ああそれだったらうちおいでよと言って仕事がありました。次の日からも仕事がずっと続いたんです。本来だったらそれで終わりなんですけど、私その時になんでやらされてるような感じをずっとしてたんです。要は仕事はあるんだけど自分が望んでない、本当は C 社の仕事をしたかった、ずっとなんかこう変化に対して私ついていけなかったんです。周りの人からそうやって差し伸べていただいたり、ちょっと遠いけどちょっと慣れてないけどどうですかってことに対してなかなかついてこれない。その時に私実を言うと病んでしまいました。心療内科の方にも行ったりとかして、いろいろめまいとかも結構すごくて、はあ、なんかやらされてるなって思いました。私のしくじりはどちらかというとすごく変化に対応できない自分がいたっていうのに気づかなかったんです。どうしても僕らの仕事っていうのは職人であったり今までのプライドがあったりして変化に対応できません。そういう場合があります。これが当たり前だっていう固定観念から抜けれない。どうしても変化って怖いんです。とても変化が怖かったんです、正直なところで。とただちょっとだけ勇気出しました。その当時暮らしのマーケットっていうのがネットであって、こういうのがあるよっていう話を聞きました。その時ちょっとだけ勇気出して申し込みました。するとページができました。また少し勇気を出してちょっと変えてみよう、ページを自分で考えて変えました。お客様は増えました。ちょっと苦労しましたけど2019年金賞を取ることできました。2016年の時と今は私だいぶ違います。それは何かっていうと変化を楽しんでます。自分で変えていかないと変化絶対起きません。なかなか難しいことなんですけど、今日こうやって参加いただいて皆さんも変化がしたいなと思ったらぜひトライしてみてください。ほんのちょっとの勇気でできます。それが今日伝えたいことですので、よろしくお願いいたします。星香さん、ありがとうございました。では質問ある方いらっしゃいますか？GB 総合経営サービスの森と申します。僕も1年半前に個人事業主として引っ越しサービスにさせていただいてるんですけども、環境の変化っていう面では もちろん僕もすごい不安な状況で、この大阪関西で一人で個人事業主させていただいてすごい共感できたんですけども、やっぱりこう不安なことあったりとか、こうメンタルを維持していくことって僕もすごい難しいなと思ってるんですよね。だからそういったそのモチベーションの持ち方っていうのをなんかアドバイスお願いします。僕も決してメンタル強い方ではないんです今でも。
簡単なことかもしれないですけど、すごく難しい状況に陥ったり悩んだりするときはまず家族には相談します、絶対に。でその上でどうしたらいいかっていうのは本を見たり、もしくは同業者の方にいろんな意見を聞いたりします。まあ、当たり前のことなんですが、どうしてもこう煮詰まってしまうといい結果生まないんですよ。こういう試練があるっていうことは、逆にはこれをまあ乗り越えなさいよというふうに思って、変化をそういう時じゃないと自分はできないと思ってるので、いろんなことを挑戦してみようか、ただちょっとできないっていうだけのことじゃないかなと思うので、今の段階が一番変化ができる時だと思います。それを楽しんでいただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、任せてやる松山です。星川さん の口コミを見るとかなり多いですよね。で1とか2の評価はほとんど全くないですよね。で自分1とか2、2の評価も何件か聞けるんですけど、こういう人ってほんまパーフェクトにやってるのかなってずっと思ったんですけど、今ちょっと聞くとやっぱりそうでもないなと、ミスもやっぱあるやろなと、思ったんですけど、星川さんなりになんかこの心がけてることとか、なんかそうありますかね。ありがたいことに私は今日現在1と2はありません。ただ1と2が来るかもしれないっていうのは思ってます。心がけてることは当たり前のことかもしれないですけど、お客様から予約が入った時点からもうお客様とは、接遇自体最初からもうそれが始まってると僕は思ってるんですね。仮予約をいただきました、それでリクエストに対して予約を確定する、そこまでももうこの人がご応いただきたいっていうふうに対策をします。ただお客様のところでももちろんミスします。ミスしましたら正直なところへ謝ります。正直に行きます。正直なことが一番お客様に対して評価いただけると思ってるので、ミスをしてしまった時はお客様に話をして、これは絶対に5じゃなくて4だよねとか、3には絶対なると、いい評価は得れないなって、もうお客様の方から逆に長文で5の意見をいただくことが結構多いんですよ。なのでミスっていうのはお客様はロボットじゃないので絶対ないとは思ってないと思います。ただミスが起きた時に対応をどうするかで、その後の評価が5になるか逆に1になるかの差だと思います。なのでミスは逆にはチャンスだと思っていただいた方が僕はいいんじゃないかなと思います。では、事前にいただいた質問に答えいただきます。一つ目です、クリーンサービスさん、そしてブルースカイ合同会社さんからの質問です、リピート率を上げる方法を教えてくださいということです。私は心掛けていることは、サプライズをお客様のお家で一つ必ずできたらいいなっていうのを心掛けてます。サプライズって何かっていうと、お客様がエアコンのお掃除行ってエアコンがきれいになるっていうのは当たり前です、分かってます。例えば私で言うと、エアコンの、機能、使い方、こういう風に使ったらいいですよ、リモコンの設定でも実を言うとちょっとわからない設定って結構あるんですよね。このうちにはこの設定を入れている方がいいよと、その方が効率もよくて電気代も安くなりますよっていうお話をすると、知らなかった、ありがとうっていう風になるんです。人って思いもよらないサプライズが起きるとすごく喜んでくれます。プレゼントをいきなりもらったら嬉しいですよね。エアコンのクリーニング来て当たり前にクリーニングは綺麗になるので、何か一つそのサプライズをお客様のところで提供することができることがリピート率上がることじゃないかなと思います。着物レイさんからの質問です。繁忙期以外の集客で心がけておられることはありますかという質問です。私の場合で言います、1月から2月の間だけ閑散期来ます。それ以外はほぼほぼ仕事してます、いっぱいです。昔はもっと閑散期ありました。閑散期の時に何をしてるかっていうと、一生懸命今何ができるかっていうのをいろいろ考えます。先ほど言ってたその変化っていうことは、僕悲しいんですけど、人間って忙しい時って変化しないんですよ。ね、お客さんがいっぱい来て、予約がいっぱいになってくると、
自分のページも触らないですよね。僕はその閑散期の時こそ変化できる時だっていうふうに思ってるので、逆にちょっと嬉しくなる時あるんですよ。繁忙期以外の時に何をしてるかっていうと、次このページを、もしくは自分の仕事を、次こういうのをしようかな、ああいうふうにしようかなっていう計画をする時間に使ってます。では質問は以上になります。星川さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。